陸上界で規制の可能性が議論されていたナイキの厚底シューズについて世界陸連は先月31日大会での使用後条件付きで認める新たなルールを発表しました靴底の厚さは4センチ以下反発性を高めるプレートは1枚に制限し4月30日から適用されます現行のモデルは条件を満たし東京オリンピックなどで使用できることになります